はい、今日はトミカの建設車両セット5を開けます。はい、はい、開けてみよう。せーの、開いたー。よし、おこれはショベルカーがまずは出てきた。でかいかーじゃあてるちゃん、他にもまだあるよ。他にもあるから開けてみよう。わっ、広い、大きい。あ、見た。これダンプカーじゃないの？ね、そうよ。そうよ。ここくるくる。くるくるする。ほら、まだ他にね入ってるって。これ全部出そうか。せーの。まずこっち。まずはそれ。重機搬送車。お、重機搬送車だ。でもう一個あるねこれ。はい、もう一個何が出るかなこれは。せーの。お、出たー。お、これは。ここ出た。これはブルドーザーじゃないの。強い。ガーッ。ここを置くと。これキャタピラーだね。タイヤじゃなくてね。ブルドーザー見せてください。違う。こっち。こっち。これね。はい。じゃあちょっと詳しく見てみようかな。建設車両セットのこれはショベルカーだね。長いね、これね。アームがね。当然タイヤじゃなくてこれはキャタピラーだね。この部分が回ります。じゃあ次ブルドーザー、てるちゃん欲しかったやつだね、このブルドーザーね。持ってなかった。そうだね、てるちゃん持ってなかったね。なかなかやっぱりこれ迫力があるね。でこれアームがこうやって動くんだね。小松のブルドーザーだね。でこれもタイヤじゃなくてこれキャタピラーなんだね。じゃあ次はダンプカーで、これがダンプカーだね。結構ホワイトって意外と新鮮な感じがするね。でタイヤはサスペンションはないけど、後ろの荷台が動きます。よかったねはい、じゃあ次重機搬送車、重機搬送車だから後ろにミニショベルが乗ってるね。ミニショベルこっちで、ミニショベルはアームは一箇所だけだね、動くのはね。で後ろはキャタピラじゃなくて小さいタイヤがついてます。遊んでみよう。これすごいね。よしよし、ぐー、長いね。穴掘るとどんな音になるの？そうだね、重機の音だね。ここ穴掘ってみよう。ここはね、それ今穴掘ったの。穴掘った土はダンプカーに乗せるんじゃないの？じゃあって乗せるの？僕行きます。どこに行きます？ここ到着。よし、じゃあ出る。ブルドーザー走るんだ。てんちゃん、これは動物園だね。ここは何？それ猿だね。ゴリラ。ゴリラ、ゴリラか、これ。違うね。ブブー。よし、じゃあいないです。どれが一番強そう？これ強そう。そうだね、ブルドーザーが一番強そうだね。ハニー、ハニー、ハニー。違うよ。違うのか。そうだね、頭をやらないね。はい、じゃあてるちゃん今日もよく遊びました。はい、はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。地上の方がいいけど、バイバイ。バイバイ。帰ってきた。